大変お待たせいたしました。では定刻となりましたので、ただいまより ABB 社のパワーグリッド事業の買収によるエネルギーソリューション事業の強化に関する説明会を始めさせていただきます。まずはじめに本日の説明者をご紹介申し上げます。株式会社日立製作所執行役社長兼 CEO 東原俊明でございます。では東原さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。本日はですね、 ABB、社のですね、パワーグリッド事業の買収に関する記者会見にですね、お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。先ほど私が売買契約書にサインをいたしました。それで今回の買収に関しまして、3つほど私は非常に嬉しく思うことがございます。まず1つはですね、世界グローバルナンバーワンのですね、パワーグリッド事業を、獲得できるということが第1点目です。それから第2点目は、2021中継、次期中継ですが、その方向性をですね、示すことができるということが2つ目。3つ目にですね、パワーグリッド事業に、参加している約3万6000名の従業員がですね、日立の、社会イノベーション事業に参画をしていただいて、一緒になってですね、社会の課題解決に取り組めるということがありまして、この3つを確信をいたしましたので、今非常に嬉しく思っております。それではその背景とですね、買収内容についてご説明をしたいと思います。現在ですね、日立は社会イノベーション事業を推進をしています。社会イノベーション事業と申しますのは、デジタル技術を用いてより高度な社会インフラをグローバルに提供し、そして、人々のですね、暮らしの質、クオリティオブライフを向上させるという活動であります。これ2018中期経営計画、現在進めておる中継のですね、中核にして、事業を進めてまいりました。これができますのは、日立がですね、100年以上のオペレーショナルテクノロジー OT 制御と運用、それからプロダクトをずっと やってきたということと、50年以上のですね、 IT 技術を持っている、これが一つの会社で一社でこの OT、IT プロダクトを持っていると、これがやはり大きな強みでございます。これを強みにいたしまして、2018中継はですね、この社会イノベーション事業を加速してまいりました。その利益についてもここに書いてございますように、2018中継は、8.0% 営業利益率で 8.0% 以上やるんだということで、だいぶ筋肉質になってまいってきたわけでなってまいりました。そして私はこの4月の末にですね、行われました2018中期経営計画の進捗の報告会の中で申し上げたのは、この2018中期経営計画最終年度の2018年は、この 8% 以上のですね、調整後営業利益を確実にやりきるということと同時に、2021次期中期経営計画の方向性を示したいということをお話し申し上げました。この方向性を示すということのキーワードは、グローバル企業へのさらなる進化という、グローバル企業になっていくんだという、そういう言葉で申し上げました。今回の、パワーグリッド事業のですね、買収はそれを示すということで、まず最初に皆さんに示すですね、具体的な例ではないかと考えています。ここに書いてますように、我々の目指す方向はですね、社会課題の解決、それから人々のクオリティオブライフの向上、これを両輪でですね、進めていくというのが我々の今事業として進めている方向です。次お願いします。ここで少し2021中継の方向性についてお話をしたいと思います。2021中継はですね、大きくここの5つの分野で事業を進めていきたいというふうに思っています。1つは鉄道を中心としたモビリティソリューション、それからスマートシティ建設等のライフソリューション、それからインダストリーソリューション、産業流通等のですね、インダストリーソリューション、それからエネルギーソリューション、そして金融公共等のですね、 IT ソリューションと、この5つの柱で進めてまいりたいと思います。そして2016年の5月にですね、発表いたしました
IoT プラットフォーム、あるいは課題解決をする、ソリューションのルマーダ、これをプラットフォームとしてこれまで進めてきたわけでございますけれども、今回 ABB のパワーグリッド事業を買収するということもございまして、このエネルギープラットフォームというのも横軸のプラットフォームにいたしまして、いろんなところで活用したい。例えば、モビリティ、ライフ、インダストリー、IT ソリューションにしてもですね、データセンター等ございますし、そういうところでエネルギーのソリューションを展開をしていきたいというふうに考えております。次、買収する対象でございます。ここに書いてますように売上は100億米ドル、1兆1000億円でございます。それから利益 EBITDA はですね、10億米ドル、約1100億円でございます。製造拠点、営業拠点はこのようになってございまして、従業員が先ほど言いましたように3万6000名の規模でございます。この ABB との関係はですね、これまで2015年の11月に日立 ABB、HVDC テクノロジーという合弁会社を設立をいたしまして、その以前からずっといい関係で ABB とはですね、コラボレーションしてまいったわけでございます。そういった意味で今回のその、関係をですね、さらに強化するという意味でパワーグリッド事業の買収をしたわけでございます。そしてこのエネルギー事業をですね、先ほど言いましたように日立グループ全体の、グループ全体のですね、グローバルな顧客基盤を得てですね、日立の事業をさらに拡大をしていくと同時にですね、エネルギープラットフォーム、その構築を急いでですね、先ほど言った5つの分野すべてにこのエネルギープラットフォームを提供していきたいというふうに考えております。次お願いします。そのパワーグリッド事業というのを簡単に説明したのがこの図でございます。まずですね、発電所から需要家までこう届けるですね、その送配電の機器、あるいはその変電所等々からなりますけれども、最近ではですね、再生可能エネルギー、地域の分散型電源という、分散電源ということがございまして、各地域でですね、安定的な周波数あるいは安定的な電圧を保つ必要がございまして、そういった意味でこのような分散型電源の安定供給みたいなところが非常にニーズが高いと、こういうところに日立のですね、分散の技術、あるいは分散電源の技術、あるいは、人工知能等を用いまして、天候の予測、需要と供給の関係等がですね、ここに、組み込んでいけるんではないかなと考えています。その次お願いします。これが買収する4つのですね、事業分野のグローバルにおける市場のですね、シェアを書いてございます。大半がですね、グローバルナンバーワンの事業でございます。これに先ほど申しましたように日立のルマーダ、 IT プラットフォーム、あるいは顧客競争のプロセス、これを導入しまして、今現在のですね、 ABB のお客様にとってもより付加価値の高いソリューションを提供していくと同時に、日立のですね、持っているグローバルなお客様に対してですね、この ABB のエネルギーソリューションを提供していくと、そういう形で、事業を拡大をしていきたいというふうに考えています。これがですね、そういったように先ほどの5つの、事業分野に対してですね、 ABB、そして日立のデジタル化というところで事業を拡大するわけでございますが、それぞれフェーズに分けて進めていきたいと思います。まず最初は日立の持っている、DSM、ディマンドサイドマネジメントとか分散型の電源等が提供できますけれども、と同時にですね、各納入している機器のですね、故障の予兆診断等のそういった技術も当然導入できますし、先ほど言いましたように人工知能とかビッグデータの解析といったところの付加価値をですね、現状のお客様にも提供ができるというふうに考えています。それでは買収の概要についてご説明をしたいと思います。対象の事業でございますが、先ほど申し上げましたように売上が100億米ドル、
利益の方が10億米ドルでございます。それからストラクチャーでございますが、まず ABB 社よりですね、パワーグリッド部門を分社化します。そして当社と ABB で、合弁会社を設立します。この出資比率は当社が 80.1%、 ABB が 19.9% です。それから合弁会社設立後4年以降にですね、日立が完全子会社化するという方向で、2段階に分けて進めていきたいというふうに考えています。それから事業価値としては110億米ドル、株式価値で見ますと80億米ドルでございまして、これに 80.1 の比率の出資比率で計算しますと、最初の合弁設立の時には64億米ドルの出資が必要だということでございます。そして110億米ドルということにいたしますとですね、 EBITDA は 9.3倍ぐらいになります。次に資金の調達でございますけれども、これは、買収資金は手元資金借入金にて対応していきたいと考えています。それから財務の健全性の現状の現在見方でございますが、連結のバランスシートへの影響は総資産で約1兆9000億円の増プラスと、それからのれんに関しましては約5900億円を考えています。それから無形資産は約5100億円、年間の償却でいきますと300億円程度のですね、償却を見ているということでございます。こういう状況になりましても、デッドエクイティレシオは 0.5 倍未満ということを維持してですね、財務の健全性は確保したいというふうに考えております。これにですね、これから進めています買収後のシナジーを加えまして、さらに利益の上積みを図っていくという、そういうチームを立ち上げて、これから合弁会社設立まで、一生懸命そういう形で、シナジーを追求していきたいと考えております。次お願いします。それから本日、買収に関する契約を締結いたしました。そして、2020年の前半までに、ABB のですね、パワーグリッドの事業をカーブアウトして、その後ですね、競争法のクリアランス等の、認可をいただいて、それでスタートということで、2020年の前半にはですね、クロージングということでございます。これは2021中継のちょうど真ん中ぐらいになりますけど、それまでにこのパワーグリッド事業を確実にですね、日立のコントロール下にするということでございます。以上が買収の内容でございます。そういった意味で、この今回のですね、パワーグリッド事業の、買収によりまして、日立はさらに社会イノベーション事業をグローバルに展開をしてですね、社会貢献をしていくということに全力で取り組んでまいります。以上でございます。では続きまして質疑応答に移らさせていただきます。ご質問にお答えいたしますのは、東原に加えまして株式会社日立製作所執行役副社長西野俊和でございます。同じくグループ財務戦略本部長加藤智美でございます。本日限られたお時間ではございますが、進行の関係上、質疑の前半は報道機関の皆様、後半にて投資家アナリストの皆様方からご質問を頂戴いたしたく考えております。ご協力のほどよろしくお願いいたします。また質問に際しましては、係の者がマイクを持ち出しますので、社名と名前を頂戴した上で、いただきたいと思っております。では報道機関の皆様方、よろしくお願いいたします。それでは真ん中の列、そうですね、入り口、から3列目の一番後ろの方、お願いできますか。ブルームバーグニュースの松田といいます。いくつか社長に教えてお聞きしたいことがあります。まず今回の金額、買収金額っていうのは鉄道事業や IBM に比べてはるかに高い金額、はいはい、これ3倍を超える金額になりそうなんですけれども、これに対してですね、まずどのような認識をしているのかということと、これあと資金調達は資料では
手元と借り入れ、このちょっと比率を教えていただきたいというの、まず買収資金についてコメントお願いします。買収資金についてですね、先ほどあの合弁会社設立の時に 6.4ビリオンという話をさせていただきましたけれども、これは確かに、過去のですね買収額より非常に大きいというふうに考えております。しかしながらですね、現在すでにもうキャッシュをこう生み出している事業です。EBITDA でですね、ここに書いてありますように1100億円の利益を生み出している事業でございます。それに新たなデジタルを加えて事業拡大していくわけですから、今から投資をして研究開発投資をして、そして製品を作って拡大するという方向とは全く違う買収でございますので、まあ、キャッシュ化と同時に事業拡大を図るという意味では、私はこれだけグローバルナンバーワンのですね製品ソリューションを持ったABB のパワーグリッド事業をですね買収するということは、やはり非常に大きな意義がある、この値段にしては、まあ、いい買い物をしたんじゃないかなというふうに考えております。であと2点目なんですけれども、常々東原社長はメディアとの接触の場で大型買収 M&A は示唆されてはおったんですけれども、その中では一応1兆円という枠組みの中でという発言とかもあったかと思うんですけど、これで一応金額的には使い切った形になるかと思うんですけど、今後ですね次の買収っていうのもこれ今払うわけじゃなくて、2020年のクロージングの時期にですね、そういうお金が出たりしますので、まあ、そういうことについてはですね、まだまだ頭の中にたくさんやりたいことがございますので、大事なことは2021年に日立をグローバル企業、グローバルなやっぱりトップリーダーとして日立をどういう形にしていくかの方が重要でございます。当然リスクも見ていかないといけません。純資産とですねリスクの関係を見ながら、ある程度一定のバッファーを持ちながら運営をしないといけないんですけど、やはり大事なのは2021年の中継完了時点で、どのような日立はグローバルの立ち位置に立つかと、それに対してもう M&A はですねタイミングと相手もおられますから、常にこうタイミングを見ながらですね、先ほどのリスクも考えながらオペレーションしていくということでございます。じゃあ M&A とスピンオフは今後も続けていくという認識で、はいはい、ありがとうございます。はい、では他にございますでしょうか。じゃあそのお隣の方お願いできますか。テレビ東京の滝田でございます。お伺いしたいことは本日はエネルギープラットフォームというお話を頂戴したんですけれども、一方で御社の場合原子力発電に力を入れておられる部分があると思います。最近の報道によりますと、イギリスでの新規の原発について凍結というようなことを示唆する報道も出ているかと思うんですけれども、一つはその実際はどうなっているのかというお話、二番目にその全体のエネルギープラットフォームを構築していく上で、今回のアセアブラウンボベリーのような分散型の部分と、あとは発電における原発のような部分をどんなバランスをとって考えていらっしゃるのかをお伺いしたいと思います。以上であります。まず英国のホライズンプロジェクトについての状況でございますけれども、これは今まさに出資者を募っている段階でございまして、現在相手もあることですのでそんなに詳しい情報は述べられませんが、これはこの6月の IR の時に申し上げましたように、日立は一民間企業ですので、やはりリスクの取り方にも限界があるということで、経済合理性に合致するのであればプロジェクトを進めると、それはしないのであれば先ほど言った凍結みたいな話にもなるかもしれません。これはまだ決定をしてはおりません。ですけど2019年にファイナルインベストメントディシジョンをする FID をやるというのはお約束をしていますから、遅くとも2019年度にはですね GO の GO を決定するというところには変わっておりません。それとエネルギープラットフォームについてですが、その我々は発電運の議論というより、今回のエネルギープラットフォームと申しますのは送配電中心としたエネルギープラットフォームを考えてございます。例えばその分散電源といたしましてもね、太陽光とか
風力発電と非常に気候に気候変動の要因が多いわけであります。そして需要と供給のバランスによって周波数が乱れたり電圧が乱れたりするわけですから、そういったものをやっぱり蓄電池と組み合わせながら、うまくですね、安定供給できるような形っていうのはこれ世界中どこでも必要なわけでございますので、まあ、そういったことを、プラットフォームの形で構築して提供する、あるいは ABB で言いますと直流送電の部分非常に強いわけでございますから、非常にグローバルな市場で見てみますと直流送電というのはですね、送電ロスのミニマム化というところでは非常に重要になってまいります。まあ、そこの構築をしていく技術みたいなことは共通のプラットフォーム化ができるのではないかなというふうに考えております。この先ほど言いましたような安定供給の視点でいきますと、鉄道の分野といいますか、あのモビリティの分野とか産業の分野とかあらゆるところにこう活用ができるので、先ほど申し上げましたパワーエネルギー関係のプラットフォームという説明をさせていただいたわけでございます。よろしいでしょうか。その他ございますでしょうか。では2列目のこちらの前から3列目の方お願いします。東洋経済山田と申します。2点あります。1点目なんですけども、非常に伺うとおっしゃるようにいい案件のように思えてですね、非常にいい買い物のように見えるんですが、それは何でなのかということと、考えうるそのリスク要因というのを今パッと挙げられるようなものでどのように見てらっしゃって、そこに対してまあどういうふうに手当てしていこうと思われているのかということについて教えてください。やはりいい買い物って言いますのは、先ほど申しましたようにやっぱりグローバルで、ナンバーワンあるいはナンバーツーのものって、そんなに一気呵成にって言いますかね、開発してできるものじゃないということを考えますと、やはり今回の M&A はグローバルリーダーになるという2021年の中堅に対して、非常にやっぱり魅力的と申しますか、グローバルリーダーというポジションを獲得するにはですね、非常にいい買い物であると。それで値段がですね、EBITDA の倍率が15とか20とかいうのであればちょっと考えましたけれども、まあ、9.3 倍であればね、まあ、非常にリーズナブルな値段ではないかなという判断で、買収することに決めました。でリスクとして挙げられるとすればですよ、やはり HVDC 等々変電所とか申しますとですね、やっぱり工事が入ってきます。工事関係 EPC という工事関係が入ってまいります。まあ、そこのリスクがやはり懸念されるところじゃないかなと思いますけれども、これがね、火力発電所とかですね、まあ、原子力発電所のEPC の規模とは全然パーセンテージが違います。発電所ですとですね、約全体の 50% 以上が工事関係 のコストになるわけですが、変電所とかですね、あるいは HVDC ですと大体 10% 強です。でもやはり EPC のリスクがある、新しいそのところに対してはリスクがあります。でもこれもですね、これまで ABB 社としてもそういう経験を積んでですね、非常に今改善がされてきています。 EPC 事業に対しても改善がされてきている。そういうことで我々もディスカッションしましたけれども、相当リスクは減ってきているというふうに見ておりますし、そういう我々が心配するようなですね、大きな工事をやってるわけでもないし、きちっとプロジェクト管理上非常に改善されてきているということで、この2018年度の決算を見ても、過去はその EPC の、でマイナス要因があったみたいですが、今回はもう確実に 10% の利益を出すような形に変わってきてますんでね、まあ、そこは随分、リスクの低減が図れているんじゃないかなと。以上です。分かりました。2点目というか 1点目の延長の2点目になるんですけれども、これ変電のところでいくと日立よりもはるかに先輩でグローバルのトップである、はい、で3万6000人もいらっしゃるというところでいくとちょっと違うんですが、どこかの会社でですね、浜松町の方の会社で名門企業を買収して、そこ の、まあ、PMI みたいなものがうまくいかなかったという事例があるんですが、日立は最近そのグローバル の人材マネジメントも含めて非常に自信を持たれていると思うんですけれども、この辺 の, その、
まあ、プライドの高い外国人人材みたいなものを、どういうふうにそのマネジメントしていくかということについて、はい、一言いただければと思います。はい、2つございまして、 ABB さんとはですね、先ほど2015年の11月に合弁会社を作ったというのもございまして、非常に気質といいますか、その今までの付き合いの深さがですね、他の会社とは違うというぐらい一緒に仕事をしてきた中でございますというのが大きく一つ違います。それと今回とはいえ、大きなですね、パワーグリッドという大きな1兆1000億に及ぶ売上の会社を買収するわけですから、当然その一緒になってですね、中身を見ていかないといけないので、この PMI について、 PMI といいますか、その2020年の前半までの間にプロジェクトチームを作りまして、日立とですね、 ABB でいかに PMI をスムーズに進めていくかみたいなことをですね、今議論をしております。今回買収の契約ができましたので、即ですね、そういう合同のですね、 PMI の体制を作ってですね、進めていきたいというふうに思います。ありがとうございます。よろしいでしょうか。その他ございますでしょうか。では中央のですね、一番前の方お願いします。日経新聞の安西と申します。まあ、今回の買収で、まあ、かなりグローバルの広い地域で、まあ、幅広い事業でこう一緒にこうやられていくかということかと思うんですけれども、その中でも特にこう、まあ、成長収益拡大が期待される、まあ、国や市場がどこと見ていらっしゃるのか、まあ、それと同時にあと並行してアジアですね、こう中国、東南アジア、インド、いろいろありますけれども、まあ、アジア市場における、まあ、成長、まあ、今回の買収の期待についてお聞かせください。うん、今現状の ABB のパワーグリッド事業っていうのはですね、北米って言いますかね、が 30% ぐらいの売り上げで、エミア CIS って言いますか、ヨーロッパ系が 30% ぐらい、残り 40% というのは、アジア系だと理解しています。そういう中でやはりアジアはこれからもですね、伸びてくるでしょうし、そういった新興国のところと先進国とニーズはちょっと違うんですけど、両方力を入れていかないといけないと。要は、新興国だとインフラ整備って言いますか、本当の物理的なですね、送電線を張って変電所を作ってという物理的なところになりますけれども、先進国だと安定、アンシラリーコントロールといいますか、安定的な周波数、安定的な電圧が欲しいというニーズ、分散電源がどんどん増えていく中で安定化をしたいというニーズがそれぞれ違うと思うんですね。ですから、そういった意味でアメリカ市場にも非常に成長の目があるだろうし、アジア市場にもまた大きな目があるというふうに見ています。アジアの中でこう特に期待しているマーケットというのはありますでしょうか。なんかございましたら。いや、これ入ってるんですかね。あ、西野でございますが、今ご指摘の通りで、まあ、インドだとかですね、それから、まあ、中国はいろいろ考えなきゃいけないことがあるんですが、まだ伸びてます。それから最近はタイだとかですね、そのあたりも結構仕事が多くて、ですから、まあ、アジア全般的にお金の流れが厳しいと言ってる割には今受注が結構取れてますので、ですからこれは大変期待できるマーケットだと思っています。ではその後ろの方お願いできますか。通信の伊藤と申します。と営業利益率のところでまずお伺いしたいんですけれども、はい、その21中継で、まあ、全体として その 10% 超を目指すという目標を春にもご紹介あったと思うんですけれども、はいはい、その、まあ、電力エネルギーは18年3月期だと、まあ、若干低いですけれども、今回この 10% の利益を出す事業を買ったということで、はい、これは電力エネルギーとしてもその 10% 超、その例えば21年度に 10% 超を目指すという体制を考えていらっしゃる。これ今から来年の中継のこの、ね、方向は今作ったんですけど、予算化となりますと、ね、こう数字がこう入ってまいりますので、今は
そういう方向で、まあ、2桁利益をベースに考えてくれという話をしておりますけれども、2020年の前半にこの事業が一体になりますので、20年後半から21年という中で、まあ、どういう形が作れるか、これそのポストマージャンインテグレーションといいますか、その準備のこの20年の中までにですね、当然具体化はどういう収益的なインパクトがあるかというのを考えていかないといけないし、先ほどご説明したですね、無形固定資産の償却が年間300億ぐらいあるということも頭に入れながら、きちっとやっていかないといけないし、それプラスですね、例えば IT の日立との連携とかいうところの投資がどのくらいかかるのかとか、いろいろな頭の中にはそのコスト面で出てくることも考えながら、どういう数値にしていくかっていうのはこれから検討したいと思います。全体の株式価値が80億米ドルと、でそのうちそれに8掛けして64億米ドルというお話でしたけども、うん、はい、そうしますとその4年目以降にですね、完全子会社化する時の、イメージとしては、今の為替レートだと、まあ大体9000億円規模の、100% 取得するなら9000億円規模ってことになるんですけども、考え方としてはそういうことで、基本的にはそういうふうに今思ってますけど、多分 株この価値がですねぐっと上がって、もっともっと価値がこう出てきた場合には、今の要は 19.1% のその価値がですね、現状価値と同じっていうわけにいかないので、これやっぱり 80.1 対 19.1 でこ うまくシェアできるような形は考えないといけないのではないかなと思います。よろしいでしょうか。その他ございますでしょうか。では、その斜め後ろの方お願いできますか。共同通信の井上と言います、はい、すみません、先ほど社長が言及されたイギリスの原発の件なんですけれども、はい、先ほど、中西会長がですね、うん、経団連の定例会見で、はい、現在のストラクチャーはもう限界だと、うん、イギリス政府にそう伝えていると発言されているんですけれども、はい、社長自身のご認識としてですね、現在のこの進んでいる、枠組みでですね、持続可能かどうか、そこら辺の認識をちょっと教えていただけますか。じゃあ原子力担当西野でございますが、ご質問ありがとうございます。まあ、先ほどご指摘の通りでですね、中西会長がそのような発言をしているということだと思うんですが、現実に起こっていることはですね、まあ、イギリス政府もそれから日立も日本政府もまだ努力を続けている段階ですので、まあ、いろいろ難しい点があるのはこれは交渉事ですので、まあ、いつものことなんですね。ですからご理解いただきたいのはあまり簡単な交渉ではないんだけども諦めてなくてまだやってますということです。よろしいでしょうか。ではですね、そろそろお時間になりますので、報道機関の皆様においては最後のご質問にさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。それではですね、あっちの奥から2列目の前の方の方でお願いします。ダイヤモンド社の千本木と申します。現状の ABB のパワーグリッド事業のについてなんですけれども、最近売上高だからだけ見ると、まあ、横ばいか微減なのかなというふうに見てるんですが、現状のその事業の全体のグリッドの市場が成長している中で横ばいか微減ということに対しての問題意識というのをどういうふうにお持ちかということと、あとこれからその日立のルマーダなり IT ソリューションとまあ、セットにしたときにどれぐらい営業利益率で取れるのというふうに見ておられるか、まあ、10% 前半なのか後半までいけるのか、その辺の感触を教えていただければ。まず後で西野副社長の方に補足お願いしたいんだけど、パワーグリッドの事業規模といいますかね、全体のマーケット市場として私はの記憶だと10兆円年間10兆円の市場があって、CAGR 4% ぐらいで伸びているという認識でおりますけど、ですから伸びていく市場だとまず認識をしています。そこ何かありますか。伸びていくのは間違いなくてですね、これは先ほど指摘させていただいたような再生可能エネルギー含めてなんですけど、トップラインが伸びてないのは実はここ 2,3 年相当の構造改革を ABB がやってきてまして、不採算事業を減らしてるんですね。ですからその結果として今のマージンが出ておりますので、ですからその結果今ぐらいの値付けはできるという理解をしています。ですからむしろ見なきゃいけないのは EBITDA がどれぐらい伸びてきてるかということと、それからその事業の中身で先ほど来ご説明させていただいている
ただいている通りでですね、やっぱり相当の構造改革をした結果として今の事業の形があるというふうに理解しております。それとルマーダ等の組み合わせによるシナジーをどういうふうに見ていくかということでございますけど、これは今ルマーダもですね、こう2016年の5月からずっとやっておりまして、今だんだんソリューションというのが固まってまいりました。500件近いその共通で使えるソリューションがこう溜まってまいりました。例えば一つの例ですと、メンテナンスリペアというそのソリューションがあります。これはいろんなところで、機器のですね、故障の予兆をですね、こう発見をして、この故障はいつ頃起きるから、それまでにこんな予備品といいますか、スペアパーツを準備してこういう手順で交換しなさいみたいな、そういう機能もだいぶ充実してきています。そういった、内容でですね、いろんなパワーグリッドの我々過去にもそういうノウハウを持っておりますので、各送配電機器、送配電網の故障モードがどういうふうな形になるかというのはノウハウとしてございますので、そういうノウハウをですね、現状のメンテナンス&リペアというところに組み合わせをすることによって、新たなこう付加価値が生まれるんじゃないかなというふうに考えています。よろしいでしょうか。それではですね、投資家の皆さんに移る前に1点補足がございます。先ほどの質疑の中で、英国の原子力発電プロジェクトに関して投資判断を2019年途中って最初申し上げましたが、冒頭申し上げました通り、判断は2019年カレンダーベースでございますので、よろしくお願いいたします。では続きまして、投資家アナリストの皆様方のご質問に移らさせていただきます。いかがでしょうか。ではこちらのやつ一番三菱 UFJ 森川谷証券宮本でございます。2点お願いします。1点目は ABB のパワーグリッド事業の最近の経営成績に関して、もしあれば売上高のサービスとハードの比率、あと総資産の中の荒々の区分けですね、バランスシートの左側の8.4 ビリオンの総資産の荒々のなんか分解がいただければと思います。はい、まず分かりますかね、細かく2018年度の売上、売上の中のサービスとハードの比率って大体分かりますか。いや、これちょっと当社の方では把握しきれない、すみません、それはまだ分かりきってないんですけど、それと総資産の内訳はまだ分からないのかな、まだこれも。まあちょっといろいろ確認をしているところなので、はい、切り出しの部分を含めて今相当細かくやっておりまして、現時点で、内訳っていうのはまだまだすみません、明らかになった時点で全てオープンにします。大変申し訳ないんですけど、今ちょうど相談してる、かなりのところはしてるんですけど、いくつかのところでまだこれは意見が違ってるわけじゃなくてですね、技術的な問題、実務的な問題で時間がかかってるっていうのがございまして、ですから分かりました時点でご報告申し上げるようにさせていただきたいと思います。はい、分かりました、ありがとうございます。2点目がスライドの2ページなんですけれども、今までいただいていたこの中計の、こう立て付けというんですかね、絵ですかね、4分野に注力しますと、はい、フロント、プラットフォーム、プロダクトに分けてという絵からはちょっと変わってきているのかなと思うんですけれども、この絵が次期中計のこうなんか土台になるような理解で良いのか、それとも今回たまたま作った絵なのか、その辺のこの気持ちのところをご解説いただければと思います。これはね、今後の中継のこう決めたというわけじゃないですけど、こういう方向でいきたいというふうに今考えていました。例えば現状だと、このモビリティソリューションとライフソリューションが一体になってアーバンという区分けをしたりしてます。それからそのインダストリーソリューション、産業流通水ソリューションがインダストリーとかいう話をしてます。でエネルギーは電力エネルギーとかいう区分けをしてて、まあ、IT ソリューションとかは金融公共事業とか金融社会事業かいう言い訳をしてますから、それをもう少しですね、クリアに分けて、なんですかね、イメージとしては BSPL みたいな形で本当は分離できてご提示するような形までできないのかというのを今議論をしています。大きくはその変わってませんけど、この5つの分野がやはり売上PL とそれと BS がある程度こう分かる形に整理できないのかなということで今準備をしているところです。
方向としてはこういう形になってきますけど、もっと先を言いますと、これね、非常にこのどこに入るかって難しくて、例えばエネルギーのように全てプラットフォーム化される可能性もあるし、モビリティのソリューションってこうプラットフォームになってもおかしくないわけで、プロダクト系とソリューションの先ほど言ったサービス系みたいな形でどういう分け方で開示することが、皆さん方に投資家の皆様に分かっていただけるのかって今工夫をしているところです。で、大きくはこの5本ぐらいの柱で開示をして、成長とですね、どういうふうな戦略というのをご提示できればいいのかなと思って今書いております。これから大きく変える、たまたま今これを出したわけじゃなくて、こういう方向で今検討しているというご理解をしてください。あ、よろしいでしょうか。その他ございますでしょうか。じゃあ中央の列の前から2列目の方お願いします。ありがとうございます。シティグループ証券江澤と申します。2点お願いしたいんですけども、EV で110億ドルで株式価値で80億ドルということなので、引き算する30億ドルがネットデッドということで計算上よろしいんでしょうか。いいんだよね。ABB のその通りです。ABB の連結のネットデッドってこう急激に今年増えたんですけども、それでも60億ドルぐらいで、パワーグリッドに大半、半分ぐらいのネットデッドがこう乗っかってるっていうのが ABB の財務構造の実態だったということで、補足的にはこれでよろしいんでしょうか。どう理解していいんでしょう。それだけ運転資金が必要だということです。ということなんですね。うん、はい。もう一つは実際の日立に対するその財務インパクトですけれども、はい、支払うのは80億ドルのうちの 80.1% なんですけれども、財務インパクト的にはそのネットデッドのも連結されて財務省には乗ってくる。そうですね、ということでよろしいですか。ですから借入金含めて、入れ替えをしないといけないということですね。それがネットで、3300億円ぐらい、30億ドルぐらいになると。わかりました。ありがとうございます。よろしいでしょうか。その他、では入口さん、前から3列目の方お願いします。UBS 証券会社の安井と申します。質問2点ございます。で、1点目はですね、先ほど来CAGR 4% で市場成長するっておっしゃいましたけれども、ちょっと分散電源系が入ってくるとどういうふうな仕組みになるかちょっと見えなくてですね。で、再生可能エネルギー、今パリ協定とかCOP24ですごい議論されている状態ですので、方向としては再生可能エネルギー導入する方向なんだろうけど、どういう分野で例えば蓄電池を入れるだとか、整流器を入れるとか、極調理の問題とかいろいろあるので、どの分野で御社が成長していくのか、この ABB を買収した効果によってちょっとそのもうちょっと踏み込んだ上でですね、この追い風になるんだという、イメージがちょっと個人的にちょっとしにくくございます。というのは、超特高圧の、例えば集中電源の火力原子力はちょっと建設自体が減っていってるような状況にあるので、はい、超特高圧の整備がなされるとは思えないので、ちょっとその分散電源系のところで御社が事業機会が ABB 買収したことに広がるっていうイメージがつきにくいので、そこの解説をいただければと思います。あります。ですね、必ずしもそうではなくて、やっぱり両方あると思いますね。ご指摘の通りで分散電源増えていくんですけども、分散電源を全体をコントロールしていくっていう仕掛けが一つ必要 でこれは当然 ABB の中でも非常に世界でプットプリント持ってます。世界中で実際にそのメンテナンスをしたりですね、運営をしたりっていう、これはやっぱり非常に貴重なリソースだと思うんですね。それからその一方で必ずしもその先ほど東山がご説明差し上げた通りでですね、例えば太陽光だけで全部賄えるかというと必ずしもそうではないので、そういうようなその全体のミックスをネットワークとして担保するっていう仕掛けが必要なんですけど、これはやっぱり高い電圧で遠くまで送るというものが出てきますので、それから特に途上国なんかやっぱりそっちの方が多くてですね、まだですから、その部分は今の受注の状況を見てますとまだまだ伸びてます。ですからご指摘の通りで、どっちかが伸びてどっちかが伸びないということよりは、しばらくは両方とも伸びると。でその間に先ほど申し上げた通りで、デジタルでもっと効率を上げていくようなものにバリューアップしていくというのがシナリオです。
すみません、2点目はですね、そことちょっと重なるんですけれども、競争環境として世界一位だとは、おっしゃいますけれども、シェアが 10% ですので、うん、まあ、なんかこう世界 の, デファクトを取りやすいかというと、まあ、これからかなという、あとはまあ中国の企業が結構台頭している市場だと思いますので、ここも含めて、競争環境の認識の、ご解説ください。以上です。これはご指摘の通りなんですが、ただ10% ってもうちょっと大きいのがあるんですけども、実際には2位がもうちょっと離れてましてですね、ほとんどくっついて1位っていうわけじゃないんですね。ですから、まあ、正確に申し上げる、もう少し正確に申し上げると、ドイツのもう一つの会社と、それからこの会社が1位2位になって、あとはずっと離れてるという事業構造になってますんで、ですから例えばこれ何意味してるかというと、例えばコスト力だとかですね、それからあるいはそのグローバルに物事を提供していく、サービスを提供していく能力っていうのがやっぱり違うから結果がこうなってると思います。それからグローバルに全部足してしまうと、さっきおっしゃられたような数字になるんですけど、いくつかの国では圧倒的に強いっていう数字にもなっておりましてですね、ですからお答えとしては確かにもっと伸ばす余地は大いにあると、逆にですね。それからもう数字をご覧いただくとだんだんご理解いただけると思うんですけども、実はそれ以下の会社っていうのはずっと下の方にいましてですね、実はもうほとんど世界二強の競争になってます。ですからそこで戦っていくっていうのがこれから大事で、それから今のシェアの数字というのは私どもは必ずしもこれが限定されているものだというふうに思ってなくてですね、先ほど来お話申し上げているように、デジタルを使ってもっとシェアを増やしたいというふうに思っているということです。中国の、脅威というのは、想定されておりますでしょうか。これは大変難しいご質問でしてですね、中国は非常に強い会社が、まあ、あるわけですけども、実は、ジョイントベンチャーを、日立もそうなんですけども、 APB のジョイントベンチャーを持っておりましてですね、ですから、まあ、戦うのか、あるいは一緒になってやるのかと、で両方のチョイスがあると思うんですね。で実は今のところはまだ直接のお話はできてないんですけど、これからそういうような議論しなきゃいけない。でちょうど今安倍政権がですね、中国といろいろ連携していろんなシナリオをお勧めになるということもありますので、戦うだけではなくてですね、やっぱり連携して世界でもうちょっと価値を提供していくと。で先ほど東原さんがお話申し上げてましたように、世界の暮らしをもっと良くするっていうのが人たちの目的ですので、そういうことであればいろいろ議論の仕様があるのではないかなと思っております。今そういう意味では日立全体でね、中国の売上っていうのは1兆円超えてまして、9兆4000億のうちの、ね、1兆円を超えている売り上げを今やっています。それに今回その ABB の、このグリッド関係がこう、来るわけですけど、そういった意味で私は競争するというより、コクリエーション、競争によってグローバルに展開をしていく方が多分うまくいくんではないかなというふうに思っています。そういう形で今、グリッド以外の事業もですね、いかに競争関係を作っていくかと、コークリエーションの関係を作っていくかというところで今注力をしています。よろしいでしょうか。その他ございますでしょうか。では、中央の一番前の方お願いします。お世話になります。 JP モルガン証券の森山と申します。2点簡単にお伺いできればと思います。1点目は受注と売上のトレンドに関しまして、現状のですね、内容をもう一度確認させていただきたいと思いますが、昨年受注は ABB の場合は、パワーグリッドマイナス 12% でありましたが、Q1、Q2、Q3 と、1、5、11と、2桁のプラスに変わってきていると思います、一方売上はまだ1、9、2、9、3、9と並べますとマイナス4、マイナス8で、 Q3 で確かプラマイゼロになっていると思いますけれども、先ほどご説明がありました通り、その事業構造改革などを主としてここ数年受注を減らしてこられたということなのか、その事業ベースで伸びない事業もあって減ってきて、ここに来てプラスになってきているのか、もう少し内容を噛み砕いてお伺いできれば幸いです。これは私どもの話じゃないのでちょっとお答えをするのをちょっとためらうんですけども、今ご指摘いただいた内容で、それから実際に起こっていることはですね、私どもが知っている話というのは事業構造改革を知っていただいているということで、そういう数字が出てきていると。ですから相当厳しく受注を見ているというのはですね、リスクの大きなものはどん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 やめてきていると
ということです。ですから、ちょっと申し訳ないこのようなお答えでご勘弁いただきたいんですけど、相手の会社のことをですね、ちょっとこれ今丁寧に解説するというのもあまり適当ではないので、私の理解としていたしましてはですね、受注と売上の数字というのは受注は先ほど来申し上げているように構造改革の結果としてこのトレンドになっていると、それから構造改革が実った結果として EBITDA は数字が出ているということと理解しています。あともう一点は単純ですけれども、その株式の取得実行日が2020年前半と予定されておられますので、フル連結されるのが21年3月期と。そうですね、次の21年度になりますね。21年の4月、フルというか 100% 1年間でこう入ってくるのがっていう、前半ですから半分以上はこう入ってくるかもしれませんけど。わかりました、はい、あります。よろしいでしょうか。その他ございますでしょうか。では、廊下側の方お願いします。ありがとうございます。 SMBC 日興証券の吉住と申します。私から2点お願いいたします。何度か QA であったんですけども、買収価格のところでキャッシュアウトが実際どれぐらいになるかというのを教えてください。2020年前半に連結化されると思うんですけども、今までのお話どちらかというとエクイティに偏ったお話だったと思いますので、ネットデッドも含めますと、96億ドル、ネットデッド30億含めた96億ドルということで、よろしいのかこちら確認させてください。はい、はい、結論としてはおっしゃる通りなんですけど、厳密に言うと 80% 分、110円で換算すると6700億で、あとは財務キャッシュフローですね、借入金のところ、先のネットエッドのところ、これが3ビリオンドルなんで、3300億ということになっております。分かりました、ありがとうございます。あと2点目はリスクについて、こちらの MA でですね、今御社が想定されている最大のリスクというのは何をご懸念されているか、もしありましたらご紹介いただけないでしょうか。基本的に大きなリスクはだいぶこの交渉の中でクリアになったつもりですので、現時点ではそう大きなリスクというのは想定はしていませんが、これからチームを作って、製造拠点100カ所それから営業拠点200カ所ぐらいありますから、その全体は見てますけど、もっと詳細に見ていきたいというふうに考えてますんで、そういった中でもし何らかの問題が出れば、それは2020年の前半の段階でどういう判断をするかというのはありますけど、今のところは大きな問題はないと。で、事業運営上もですね、そういった意味で、構造改革を相当ABB はここ何年間進めてきているので、その、努力の中身はだいぶ教えてもらいまして、数字に確実に出てますんでね、それは我々としては着実に構造改革が進んでいるという理解をしてますんで、現時点ではそんなに大きなリスクは想定していません。先ほど来ご説明の中でちょっと売上高の比率の内訳とかですね、ここでおっしゃることができないということかもしれないんですけども、デューデリジェンスはきっちりと進んで、この今日に至っているという理解でよろしいんですよね。どうですか。おっしゃる通りでデューデリジェンスは してます。それはもちろんこういう大きい件ですからしてるんですけども、ちょっといろんな背景がありましてですね、今日ここで数字をお話しするのは適当でないのでお話してないというふうにご理解ください。ありがとうございました。これは先方ともいろいろ相談したんですけど、この後ちょっといろんな影響があるので、これから決めることについてはですね、あらかた決め方は決まってるんですけど、その数字についてもう少し先で開示させていただくものというのはいくつか約束がありまして、それに基づいてお話をしております。よろしいでしょうか。その他ございますでしょうか。ではその後ろの方お願いします。大和証券の西村と申します。お世話になってます。2つお願いいたします。1つ目が、ABB とあと、日立の T&D のところの業績の確認をしたいんですけれども、まず ABB の、構造改革の話で相手さんのお話ちょっとお答えいただきにくいということなんですが、中長期のターゲットでは 10% から 14% のマージンターゲットにしていたと思うので、今 10% にちょうど届いたところで道半ばっていうような構造改革のイメージを受けるんですけれども、これ以上中長期的
にはマージンを上げていく余地があるのかどうかっていうことがお願いしたいのと、あともう一つ日立の T&D は、まあ昨年ですかね、ようやく黒字化したっていうような状況で、今年収益改善するにも、収益性改善遅れている印象があるんですけれども、ABB 買収した後の日立の事業のこう位置づけと収益性改善の考え方ですね、はい、お願いいたします。はい、じゃあまず ABB の方についてお話申し上げますとですね、おっしゃられる通りで、公表しているターゲットが14から15ぐらいのことを公表しています。それから先ほど来お話申し上げている通りで、これはデューリジェンスの中でも確認をしておりますけれども、実際には 10% 近いところまで来ているんですけど、先ほどからご説明申し上げている通りで、まだ道半ばの段階で日立に移ってくると。でただそうは申し上げましてもですね、今から1年半ぐらいの時間があるので、その間は日立も一緒になって改革をやると。でもちろん経営は今の経営陣がやるんですけど、例えば先ほど来指摘させていただいたようなデジタル化だとかですね、それからいくつか の別の分野でのシナジーとか、これは実は相当前から ABB との間ではシナジーのプロジェクトっていうのはやってましてですね、実際に ABB のものを日立の人間が使ってみたりとか、その逆っていうのもやってるんですが、そういうことをやった上でですね、さらに収益性を上げていこうという計画になっています。ですから先ほどプレゼンテーションの中でもちょっとありましたけど、プロジェクトボードっていうのを作ってですね、でこれは競争法の問題がありますので、できることとできないことがあるんですけども、これは慎重に選んでですね、そういうプロセスを通してさらに 10% をですね、もっと上の方に引っ張り上げるというのは共有されているシナリオです。日立の日立の事業はですね、これ大変ご心配をおかけしてるんですけど、ちょっと今日はまだ決算じゃないので、何を言っていいんだっけちょっとすみません、財務からじゃあこれは多分今後どうしていくんだっていうご質問だと思うんですけども、そこについてはですね、今日お話申し上げたように、今度入ってくる、現 ABBA のチームと一緒に事業計画作っていく中で、当社の現在の事業の在り方検討していくことになると思いますので、ちょっと今日の段階ではまだご説明できるところまではいってないというところであります。ありがとうございます。コストシナジーを考えたときに、生産拠点 の最適化というのもあると思うんですが、それも含めて日立の T&D と ABB というところで、それは考えといい大いにありましてですね、実はちょっとこの話とは別に、そういうそのコストシナジーを出す協業というのの議論というのもしてたんですね。ですから当然それはもう常に手をつけてますのでもっと早い段階で結果が出ると思います。それでそれもそうだし、 R&D の進め方とかですね、製造拠点の考え方とか、もうそれは今現状進めていますのでね、そういった意味で効果の刈り取りは確実にやっていきたいと思います。よろしいでしょうか。もう1点、2点目なんですけども、これ簡単にルマーダで、デジタルソリューションで強化していくと、シナジー、トップラインのところでというお話なんですけれども、一気にですね、売上が1兆円規模こう入ってくる中で、そのルマーダを、デリバリーするなり、その人材のところですね、ルマーダ人材が実際こう足りているのか、もっと積極的に増やさなきゃいけないのか、そのあたりヒントをお願いいたします。2つあってですね、もっとグローバルな地域とその、お客様のニーズといいますか、それに合わせて人材の確保をしていかないといけないのがまずありますと同時に、全世界で世界中でですね、ルマーダが活用しやすいような、さっき言ったアプリケーションコア、こういう核がコアがありますよと言って、使い方はこうですよというそういう整備をしていくことによって人材が増えていくわけですね。スペシャリストじゃなくてもある程度こう、ソリューションがクリアになってますから、それをこういうふうに活用すればですね、もっと広げられるという人材で、を確保するということもできますし、ですからルマーダのソリューションの整理をしていくという方向が一つと、地域ごとにどういう人材がどのくらいの数いるんだというのを整理をして、そこにですね、一つは上位弁の協業の格好になるかもしれませんけど、地域によってはね、そういうので地域ごとにですね、お客様のニーズに合わせてソリューションの形を決めていきたいと思います。ありがとうございました。よろしいでしょうか。ではそろそろお時間でございますので、最後のご質問にさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。はい、よろしいでしょうか。
ではこれをもちまして本日の説明会を終了させていただきます。誠にありがとうございました。はい、どうもご苦労様でした。ありがとうございました。